確かに最近コラボしてたやつは、うん、二郎系でしたよね。コラボしたら二郎系に連れてく的な感じが。すいません、はい、すするさんって来ました。何ですか。すするさんって来ました。はい、どうも、サルイのベスよ、ベスハーバードです。欲しいよ、俺も。そっちに合わせるわけにいかんなと思って。すする TV さんっていらっしゃるじゃないですか。ラーメンのやつだ。ラーメン、そうそう、はいはいはい、ラーメンを毎日吸ってる。はいはいはい。あ、毎日なんすね、あれ。毎日そうなんだ。だから、ハーバード大学院生が、本気で特定したら、すするさんが、明日食べるラーメン屋を当てれて、そこで、1週間以内に鉢合わせることができるのではないかと。無理でしょ、絶対。いや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 。鬼ごっこやったじゃないですか。はいはい、ありました。鬼ごっこね。あれは結構、ハーバードすげえなという。まあ、次どうするかと思ったんですけども、はい、同じぐらいのことしかもね、すごさが伝わんないから。まあ、まあそうですね、そうですね。上げた結果、ここまで上がってしまったっていう。はい、それ、なんかあれっすよ。犯人見つけるぐらい大変かもっすよ。当てましょうか。一週間内に当てましょう。当てましょう。バカじゃねえの、このチャンネル。もう正直言うと、あんまり知らないですよ、僕は。僕もです。今回ですね、はい、1週間ということで、はい、もう僕、その1週間、どこでも行くんで。はい。ここだっつってここだっつってそれでもうラーメンをね6日連続食べてます今現在。もうね1週間ラーメン食べる感覚はもう仕上がってるんですよ。6日連続でラーメンを食べてたっていうか、もう結構仕上がってきてません。実際一応今日16日金曜なんで日曜日からやって1週間やりたいなと思って。いや、そうですね。いや、今パッと思いつくのは、はい、過去のね、何杯ぐらい食べてるんでしたっけ。ラーメン現在2079日目です、昨日が。5年ぐらいやってるんですか、じゃあ。うわ、やば。もう日本地図ね、はい、広げて、もう一個一個点打っていくと。はいはい、で、そこで、ある程度その共通点的なね、はい、例えば線とかで繋げた時に、こう、はい、なんかルートっていうかね、生まれるのか、それとも完全にランダムでね、今月はここ行こうっていうのも、はいはい、例えば YouTuber さんだから、はいはい、スケジュールして、立ててる可能性があるじゃないですか。あー、そうなるかなー。あー、俺哲也くんと仲良くなる人全員気分だと思ってますよ。そっか、哲也くんと仲いいですよ。気分ですよ。とりあえずその2000倍をチェックしないといけないかもですね。マジですか。はい。関東のラーメン屋って何店舗あるんですかね。フェルミ推定してみようかな。フェルミ推定。フェルミ推定というのがありまして、例えばマンホールの数とか、はいはい、もう数えられないものあるじゃないですか。これを例えばに人口とか、はい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 、知ってるヒントから推測するっていう技があるんですけど、フェルミ推定っていう。この国の人口 1.3 億人、まあ、大体3ヶ月に1回ラーメンを食べる人の割合は 30% ぐらいかなと。年間で13億5200杯ぐらい食べることなんですね。のことを考えた時に、まあ、ラーメン屋の席数を大体15席と仮定しました。その結果僕の出した答えが3万店舗なんですけど、で日本のラーメンの数です。ラーメン屋の数ですね。通報数は3万590。ああ、じゃあ計算通りですね、これで。マジやばこの人。もうかなり近いですね。食べて何日後にあげてるんですかね。食べて編集もしてるから、はい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 、何日後にあげてるかっていう。あとツイッターじゃないですか。あ、ツイッターの情報でオフ会とかやってればその近くで食べるでしょうね。間違いないですよね。だから何か用事があればそこなんですよ、絶対。そうですね、そうですね。それは一気に絞れるね。いや、問題は本当に今日東京いるのに明日北海道パターンとかが一番読めないから。さくらの方で、はい、フォローします。あ、さくらの方、例のね、例の桜のあの時の僕が騙されたやつね。はい、19分前に西日暮里のエドモンドさん、西日暮里食ってる時間が14時に食ってます。西日暮里のエドモンドさんの動画が今日16日に食ってるのが何日後に上がるのか。そうですね、それで分かりますね。ちなみに昨日は、昨日報告してねえな。あ、昨日は報告してないんだ。報告してない。そういうこともあんだ。昨日の動画は、はい、大阪の超濃厚自動系ラーメン、大阪の動画が昨日上がった。そうかそうか。今日はここで食ったよってあんまツイートしてないです、動画。じゃあ動画でちょっと1週間見ますね。はい。あ、もうダメだ、全然バラバラ。川崎の前が松戸。なるほど、わかるかそれを。なるほど、川崎の前松戸か。6月27日に大阪に来ましたって言って、で大阪のラーメンが上がってるのが7月15、2週間ラグがあるか。
2週間ラグがあるから。1週間前のラーメンか。だからそうですね、編集が行った順に編集してるとも限らないですもんね。してないとも限らないです。スタッフも見ますか。確かに。ツイッターね、やってくれるといいんだけど。ツイッター毎日チェック。すするラジオ、すするのミッドナイト TV。 すするのミッドナイト TV だと思う。で結構ね、この半生麺ので、まあ、より目がね、サチャンネルです。で夜の18時から朝の4時までやってるんですよ。1日2回マジラーメン食ってます。サブチャンで。マジか。でもサブの方が結構車の中のシーンとか多いんで、なんかいろんなデータ見たくなってきたな、調べて。いや、なんかやり始めるとちょっとね、都道府県別で何店舗行ったとか見たいっすね。したいっすね。まず今日はまず作戦会議ですね。そうですね。メインチャンネルをどこで食ったかをひたすらメモっていくのを、ね、俺がやった方がいいかな。了解です、了解です。今週忙しいわ、じゃあ。ちょうど2年前の夏ですけど、僕も木下ゆうかさんに苦しめられたんで。ああ、あれね、はい、あのあれね、キクラゲね、あれ夏が来たかって感じですよ。こっちの方がしんどいのかな。引っ越してる可能性もありますかね、逆に。そうなんですよね、そうなんですよ。新しい方が、そうですね、新しい方が。すすです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、どう JR または大阪メトロ鶴橋駅から徒歩2分くらいのところにあります。7月15日鶴橋すすゴーすすです。はい、これ2000回聞くんですか。考え方によっては、はい、ここ3ヶ月ぐらいだけでもいい可能性もある、はい、うまそうラーメン、やば、もう本当だ、やチャーシューやべ、うおー、あ、うまそう。おじくぼと千駄ヶ谷って何区ですか、近いですか。近くはないですけど、20分ぐらいでは、15分、20分。ああ、連続で今、おじくぼと千駄ヶ谷。なるほど、なるほど。総武線かな。そうですね、そうですね。これ何線ですか。常磐線か。常磐線ですね、快速。千葉県 JR 松戸駅、松戸市の中心駅で、かつて江戸時代。常磐線で松戸まで行ってるから、錦糸町とか、暴露横山とかね。豚骨の次、豚骨とかなくないですか。はい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 。7月15日が二郎系、はい、その前が醤油、はい、その前が背脂、はい、その前が中華そば、その前が豚骨、その前が二郎系。単純に10分の1と考えたら3000店舗ぐらいのはずなんですよ。3100、じゃあもう完全に一致する、3000店舗ぐらい。ずーずっとおすすめです。バイヤー線小伝馬町駅から徒歩3分くらいのところにあります中華そば。このライトが気になるんですよ。こんなライトってどうだろう。まあもちろんあれによるけど、そんななんか午前中とかでこんなライトつけるのかな。正直に言うと、今回のお店に行くまでは初めて聞いたと言っても過言ではない駅です。おってことは小伝馬町ではない。小伝馬町あたりを通ったりしてないってことですよね。日比谷線ユーザーではない、少なくとも。ラーメン屋たどり着く前でが結構ヒントじゃないですか。そうですね、そうですね。で、ここで常磐線乗ってるんですよ。常磐線乗って、でも人いないな。そしてこちらはドーナツ屋さんといえばでおなじみのミスタードーナツ。ミスタードーナツがオープンしてるってことは、いや、なんかちょっと外してんじゃないですかね、2時とか3時に。だって登録者ほぼ100万人、93万人。神奈川県慶応稲田堤駅。稲田堤。そして私が今食べたいのはエンゼルクリームではなくラーメンです。またミスドや。よりはパイとか。いくら食べても太らない体なら、おそらく帰りがけにミスタードーナツに寄っていると思いますが。絶対振りで食うやつじゃん。いやー、でも結構あれっすよ。電気ついてるんですよね。飲み屋街みたいな匂いする。それもなんか空いてるんですよね、その飲み屋街っぽいのが、ね。あ、本当だ。なんか夕方ぐらいかもしれないし、これも実は第2070回の中華そば大崎さんに続いてプチ埼玉ツアーをしています。なんかちょっと前にもしていたような気がします。プチ埼玉ツアーをしてます。だからもう埼玉県民ではないのはもうそれで、はいはい、埼玉県民ではない、うん。まあ、そしておそらくなんですけど、よくわかんないその辺の町の中華料理屋みたいなのは多分行ってないのかな。その辺のね、おじちゃんおばちゃんがやってるもう何の変哲もないラーメン屋とか行かないの。あ、若いとかですか。そうそうそう、若いとか。こらこら。行ってほしいです。若いさんね、若いさんの美味しい行きましょう。若いさんね、本当に行きたい。まあそうですね、少なくともその明日を当てないといけないから、まあ動画はあくまで参考で、はいはいはい、ツイッターっすよね。これ地名ごとに検索してくるとどうですか。すする新宿みたいな。ああ、はい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 。大阪に行きましたって言ってるのが、これでも6月とかなんですよ。そろそろ多分東京出ません。
東京出るかもですね。大阪に行くと多分泊まるんですよ、うん、もうだってこう2本連続大阪じゃないですか。だから多分どっかで遠出した時に連続で来るんですよ。まあ連続で来ますね絶対。名古屋行くっつったら名古屋行って、であとはすする名古屋で検索して、すするさんが名古屋の行ってないラーメン屋をリストアップするのは結構簡単じゃないですか。確かに、そういうこうね前情報パターンか、もしかしたらもうラーメン情報誌かなんかの新店舗を立てた時に、それあるかもしれん、そこ攻めてる可能性もある。いやそれはもう動画的にも ネタのね、もうそれ有限だから、ラーメントレンドもあるわけか、一応 YouTuber だから。新ラーメンって できた情報さすがに多分すするさん調べますもんね。さすがに、うん、ね、さすがに調べます。すするさん案件とかないですかね、逆に。あ、新店舗からうち紹介してください。ある、はいはいはい、僕らは何も来てないです。サイズでディスっちゃうからね、たまに。僕らはなんだラーメンサイズやけどね。もっとサイズから来なくてもいいけどね。そんなこと言って確かにただサイゼリアの店員たちはみんな三の物語知ってるって話ですからね。じゃあサイゼの片思いですね、僕に対する。お仕事待ってます。新ラーメン情報で、新規オープン福流っていうのかな。福流ラーメン、福流ラーメン来るな。いやこういう珍しいの攻めんじゃないのかな。あ、福流ありますよねこれね。福流ありますね、うん、何日オープンですか福流。7月10日オープン。7月10日オープン、高田馬場町本店福流ラーメン。うん、この、はい、例えば6月からスルさんが言ったやつと、はいはい、食べログの新店舗情報が一致するかというか、はい、分けますか作戦を。分けましょう。これと時間とか分かるから俺そこまでを見続けます。分かりました。じゃあ僕は一致するか見ます、はい、さっきので僕引っ越した可能性があると思うんで、はい、最新から見ていきますね。うんうんうん、これいたらすごいっすよ本当に。よしそれやろう。そうしましょう。3000のうちの1000店舗ぐらいなんじゃないかっていう話ですよ多分。ちょっとはやっぱり YouTuber だからサムネタイトルは気にしますよ。そうそう、やっぱり絶対気にするから。絶対気にしますから。だからそのしょうもないとか絶対行かないんで多分。行かないです、ね、うん、はい、というわけで今日初日なんですけど、もう7回しかチャンスないんで、いやもうすごいね考えないといけないんですけど、昨日も山の奥から海まで歩いてたんで、さすがに全部まだ見れてないんで、始まっちゃってるんで、もうやるしかないなと思って、僕が今日行くのはスパイスラーメンやる気さんです。今日が7月18日なんですけど、7月15日にオープンしたんですよね。7月15日にオープン、だからもう3日前にオープンしてるんですよ。東京のラーメン屋の数が3000店舗なわけじゃないですか。しかも3000店舗のうちもうだって2000本以上動画出してるから、もう結構東京出尽くしてると思うですよね。ツイッターを見る感じ遠出もしてないと思うんですよ今。最近コラボしてるんですよね、すするさんがよくいろんな YouTuber の方とか芸能人の方とって考えた時に、まあ、コラボと来てるんで多分東京にはいるんですよ。二郎系は食べますよく。コラボとかだとやっぱ二郎系とかそっち行くんですけど、やっぱり夏なんでカレーラーメン食べてんじゃねえかな。スル TV カレーで調べたところ、最近カレーラーメンを食ってないんで、あとやっぱ夏暑いんでカレーを食いたくなるだろうという予想で、煮干しカレーラーメンなんですよね。そこがもうオープンしたての煮干しカレーラーメンだったら、もうネタが仮に切れてたとしたら多分すぐ行くと思うんで、多分煮干しカレーなんか聞いたことないから。現在15時40分、もう今日日曜日だからちょっと本当に食事時の時間はずらしてくるのかなと思ったんで。マジかよ、え、マジで7月12から8月22、あれ7、え、どういうこと。7月18日オープンじゃないのこれ。見たんすけど、居酒屋としてはオープンしてて、そこでラーメンの提供を18日から始めたから、ラーメンのサイトにオープンって書いてあったわけで、店自体は前からやってるってことね。そういうことか。夜しかないと思ったんですよ。昼はもう無理だから神奈川ぐらいかなと思って、夜食べるとしたら多分遠いとこなんですよ。神奈川ぐらいで食わんかなと思って、湘南台にあるエビそばの店があるんですけど、高級オマールエビの芳醇な旨味、エビラーメン専門店。スースルースースティクースースルー。いやむちゃくちゃうまかったな。
チャーシューとかめちゃくちゃうまかった。いやー来ないんですかね。もう19時半なんですけど、営業時間終了9時半、来ないですね。今日は動画で佐賀の豚骨ラーメンあげます。佐賀の豚骨ラーメン、いやーもう一日なくなるな。今から帰ったら家着いたら11時とかで、翌日同じ場所に戻ってきました。毎週金曜日に辛いラーメンを食べてるっていう情報なんで、金曜日前のため撮りって形で行くとしたら今日ぐらいに食べて、あの4日後の金曜日に投稿するみたいな、やっぱ YouTuber なんでね、先に撮っておくのかなっていう意味も込めてですね。今日も閉まってるんですかねこれ。マジか、これマジか。あ、こっちか。あ、こっちなんだ。こんなところに言いたくなるでしょう、この狭さ。うまそう。あ、めちゃくちゃうまそう。スースルー、スースティック。ちょっと待ってみますか。ちょい張り込みします。まあ、今日来るかもしれないんで。7月のすするさんの動画全部見たんですけど、総武線沿いが多いのかなっていうイメージがやっぱあるんで、総武線なんじゃないのかなと思って。総武線ずっと乗ってるのであれば多分小伝馬町は分かんないから、困ったら新宿に行くっていう情報も得ました。ゼレゼレどうもすするです。困った時の新宿シリーズということでこちらです。ドン、西武新宿駅から。ってことは新宿も総武線で行けるんですよ。新宿も総武線で行けるんで、あと家系にハマってるとおっしゃっていたので、ゼレゼレどうもすするです。最近週に一度くらいの割合ですすっている家系ラーメン、すっかりねすするもハマってしまっているんですけど、家系にハマってるとおっしゃってた割にはそんなに家系より自動系の方がいってるんですけど、ってことはまあ総武線沿いの家系もちょっと頭に入れておいた方がいいのかなと思ってます。つけ麺の動画で冷や盛りの方が好きって言ってたんですよね。7月3日の動画なんですけど、すするは冷や盛り派ですって言ってたんで、やって考えたら冷や盛りに絞った方が確率は高いかもしれない。冷や盛りの方が好きなら冷や盛りの方が珍しいから、つけ麺とかかもしれないね。総武線沿いの冷や盛りのつけ麺もありかもしれない。今15時なんですけど、いやちょっと家に戻ってきたんですけど、見ていきますけど、ちょっと気になったのはあのチャンネルが3つあるんですよ。あの成田くんってチャンネル見つけまして、夜中に目黒でラーメン食ってるんですよね。夜中に目黒でラーメン食うってことは夜中に目黒に行けるってことは東京なわけですよ。ちなみに三郎も総武線沿いです。まあ、僕も総武線沿いなんで総武線詳しいですけど、で考えるともうなんとなくだって結構な確率で総武線沿い駅地下多いんですよね。そろそろ冷や盛り来るんじゃないかなって思ってますね。夏だし暑いし冷たいラーメンを食うって確率も、昨日の動画サガでしたからね。だから店のインパクトで行くより結構好き嫌いとか場所の系統で行った、あの場所は結構バラバラだからな。やっぱり僕はハーバードの学力はないんで、まず僕がデータを出して、セットオンスズメです。つむぎさんは去年オープンしまして、地鶏や煮干しを使ったこだわりの一杯がいただける大阪のお店で、忙しいですねこれ。他の動画やっとらんな割と。亀戸のつけ麺いるんですけど、今日1時間前に空き巣にいます。ダメってことですね。これダメですね、全然違う。空き巣って埼玉の手前とかっす。わかんな、しかも早起きだな、1時間前の空き巣って、ね、だってちょっと金曜日は辛いものだ。金曜日は辛いもの、あ、そういうことか。蒙古タンメン食ってるわ今日。今日蒙古タンメン、今日中本空き巣店で蒙古タンメン食ってる。今日でも火曜っすよね。いやさすがに編集して出すから。あ、そっか、金曜日に出すものだってことね。だから蒙古タンメン空き巣店に行ってるってことは、スパイスカレーには行かないです。なるほど。で、困った時の新宿っていう発言があったんですけど、まだ7月新宿行ってないですよね。いやもう1ヶ月行ってないですよ。困んないんじゃないですか。困ってないそうですよね。困ってないんじゃない。冷やし中華とか食べてないですよ。冷やし中華食ってないかも。そろそろ冷やし中華を食いたくなるし、その可能性もあるのかな。俺ちょっと気になってすする TV うどんで検索したんですけど、はい、うどんは食ってない。あ、うどん食ってないか。だから冷やし中華とかつけ麺までは多分ラーメンなんでしょう。なんとなくこの辺分かりますよね。いる、住んでるって拠点はね。でも言っちゃった。頭が良すぎて家の場所もなんとなく分かってしまったということで。家を探す動画じゃないですか。そうですね、家を特定する動画ではなく、ラーメン屋で鉢合わせる動画。そうですね、昨日送ったツイッターによると、その
フォロワーの情報と被ったりすることがある的な、この人のフォロワーさんのラーメンツイート見た後に数字で紹介されるんだけど、みんなラーメン感度高いな。急に下がりとか言ってたんで、ラーメン、あ、今日も九州だ、今日上がってもいいでしょ、福岡。じゃあしばらく遠征してたんだ。遠征してたんですよ。スルー。ジローが一番多いんですけど、で中華そば最近多いんですよ、なぜか。あ、味噌ラーメン少ないってあります。あ、味噌少ないんだ。味噌嫌いなんですかね。ね、北海道とか、ね、動画界でもプライベートで食べるんですかね。めっちゃうまそうなハンバーガー食ってました。見てください、この気合の入りを。これがね、ラーメン T シャツね。ラーメン T シャツ。ラーメン博物館。ああ、ラーメンで。いいっすね。推しの家系ですね。すするさんが見てる、はいはいはい、フォローしてるアカウントを見たんですけど、はいはい、フォローしてるアカウントが言ってることと、すずさんが結局行ってる場所がリンクしてたら、もう完全にそこ。まあそうっすね。まあ、一応そういうコメント、そういうツイートはあったんですよね。ああ。絶対ここだって店が見つかったら、4回そこ行ってもいいと思います。100ここには行くだろうってところまで絞り出すから、まあ、我々は7種類のラーメンを食うのも作戦ではないから、ここに貼ってるのもありだから、あ、絶対ここ行くなってところを見つけるのもありだ。あと結婚したてなんで、さすがに家帰りたいと思います。俺もそう思いますよ、さすがに。さすがに帰るでしょ。結構コラボ多いんですよね、女性の方とか、ね、なんか YouTuber の人とか、うん、芸人さんとか、うん、コラボで児童食ってるんですよ、結構。言っちゃえば、店舗数が多分10ぐらいまで絞ります。そうですね。10まで絞って、その10で戦いましょう。10に絞らない。そうしますか、じゃあ。今日はどっちがどうしましょう。Twitter からラーメンウォーカーとかの情報で、過去の動画と照らし合わせて、行ってないところ。あとはまあ、去年の夏あたりの動向。あー、なるほど。去年の夏分やりますか。わかりました、わかりました。去年の夏分から冷やし中華もあんまり行ってか行かないですね。ね、行かないですよね。2021年3月30日の情報ですね。おすすめのそのラーメン店10個、中華そばペンペンっていうお店があるんですけど、これが調べると成増にあるんですけど、でここも大学時代によく通ったらしいんですよ。これ去年なんですけど、変わってくるんですよ、系統が。ケーパイタン、煮干し中華そば、つけ麺、スタミナ麺、豚そば、はい、夏になると増えますよ、つけ麺、中華そば、はい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 、で、これ7月18日に杉並区のもみじ屋ってとこ行ってるんですけど、もみじ屋、めちゃくちゃ行ってるんですよ、行った回数これで。めっちゃ行ってますね。めっちゃ行ってるんですよ。行ってるなんてもんじゃないぐらいの。僕で言うサイゼみたいなもん、はいはい、すするさんが一番好きなラーメン屋がもみじ屋なんですよ、うんうんうん、むっちゃ行ってるんですけど、今年まだ1回もないんですよ。2020年の7月、だから去年の7月に2回行ってるんですよ。7月3日、7月18日と9月4日に行ってるんですよ、うん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 、この頻度で行くってことは、今年の7月そろそろ、まあそろそろ行っても欲しくないですね、全然。で、ここは去年のテレビ出てて、はいはい、おすすめベスト5、1位、もみじ屋。あ、じゃあもう完全に1位なんだ。確かに最近コラボしてたやつは、うん、二郎系でしたよね。コラボしたら二郎系に連れてく的な。コラボすればもみじ屋なとこは去年まではあったのかなって、うん、はじめさんがラーメン禁止してて、はいはいはい、のラーメン解禁の動画で連れてったのがもみじ屋なんで、あ、なるほど。多分相当 VIP コラボみたいなだったらもみじ屋行く。金メダルもつけて、そうそう、オリンピック始まるんで、ちょっと金メダルも。スースルー、スースティク、スースルー、スースティク。あ、7月の1日から、なんか1ヶ月ぐらいラーメンフェス、うん、何ですかそれ。多分全国の有力店的なのが3日限定とかでこう順番に所沢の方で、ね、ちょうどそろそろですよ、家系がフェスに登場するんですよ。マジでそろそろ家系、うん、ラーメンフェスずっとは多分行かないから、うん、家系の時に行ってたんですよ。
いや難しい、ね、ラーメンフェスってそれ以外のラーメンないですか。そこその吉祥寺のそれじゃないですか。明日から3日間はそこ。他のラーメンないですか。そのた多分3日置きとかに変わっていく感じなんですよ。スルーでいくスルーあ、うまい。あのススルさんを、はい、探しまして、ススルさんの本当に会えたらいいなみたいな。あいやそうね、本当は土曜日来るって言ってたんです。呼んだんですけど、来るは言ってないですけど、はいはい、呼んだらちょうど用事がある。そしたらなんか千葉の方で今日撮影があるって言うんで、あ、明後日千葉の撮影あるんですか。はい、行ってきました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。大丈夫ですか。千葉います。土曜日千葉です。ずるずる。2日前ここにいたのか。いやでもなんか普通っぽいな。いやなんでだろう、本当に特別ここに変わったことがないか。たまたま空き巣行くとかあるのかな。6日目なんですけど、ツイッターの僕じゃないアカウントからラーメンとパスタを融合させたようなこう新しいラーメン屋がありますってリポを送ったんですよね。まあ、やっぱ YouTuber なんで面白いものを食べたいってなると思ったんで、あの今日の朝方ですかね、リプを送ったんですよ。そしたらあの帰ってきまして、気になりますと、表参道のラーメンが気になりますってリプで送ってたんで、気になるんだったら来るでしょっていうことで、今日はそちらにもさくらからリプを送って呼び寄せるっていう話。ツイッターのリプを返してたんで見てたんですけど、なんか今西東京を攻めてるみたいですね。公言してましたね。別に空き巣じゃなくてもよかったのに、なんで空き巣いてんだろうと思ったら、やっぱ西東京を攻めてるって言ってたんですよね。明日千葉はもう確定なんで、西東京が風面なんですけど、西東京で絞ってもまあ無理、確率は低いから、気になったらすぐ来てくれると思うんで。スルーすすっていく。スルー、イタリアの天才が切れて作ったラーメンで、今日はもうあの店主が千葉って言ったんで、あの千葉だと思ったんですけど、なんかツイッターで八王子のラーメン屋行ったみたいなツイートしてるんですよね。いやそれは多分フェイクっていうか、もう絶対ないから、どっちかが嘘なんですよね。どっちかが多分千葉で一番うまい家系といったら杉田屋だし、杉田屋 5,6 回行ってるんで、仕事って多分コラボなんですよ。今までコラボが多いから、仕事って考えるとコラボの可能性でかいんで、コラボってなると誰か千葉の有名な人と杉田屋に行くとすんで、仕事だったらちょっと暇な時間に行くと思うんで、15時に杉田屋行きますで決めます。はい、スルースティック。めちゃくちゃうまいけど、いなかったけど、もう今日決めるしかないからな。すいません、はい、すするさんって来ました。何ですか。すするさんって来ました。ちょっとお待ちください。来ないですか。あ、わかりました。すするさんって来ました。ちょっとお待ちください。来ないですか。あ、わかりました。スースルーすすてくスースルーすすてく。はい、というわけで、あのあれから2週間経ちました。はい、見てください。あのすするさん T シャツを買いました。可愛いですね。ちょっと鉢合わせできなかったんですけど、まあまあ次やったらいけますけどね。うん、まあ僕なら次やったらいけるもーん。いけるもーんだ。成功しなかったんですけど、もうどんぐらい惜しかったのかちょっと見ていきたいと思います。おお、ほらほら、亀戸でつけ麺食ってる。ちょっと期間内ではなかったと思うけど、亀戸でつけ麺食べてますね、やっぱり。あ、千葉で家系食べてんじゃん。亀戸でつけ麺を食べてて、もう千葉で家系も当たってますからね。そこまでは当たってますからね。どこなんすかこれ。あ、市原か。あ、そっちか。いや、しくったな、そっち。あ、そっちも行けたな。市原か。いや、行けた。亀戸のつけ麺もね、何箇所かあったんですよ。亀戸のつけ麺もね。あ、そっちか。どういうことこれ。北内さんの動画ですけど、一週間、すするさんと同食生活。おはようございます。
1日目です。さあ始まりました。初日早速 LINE いただきまして、ジロー食べてました。でも期間かぶってない、これ普通に普通にさ期間かぶってんじゃん。あ、これ全然そんなことある。ちょ待って。ってことは別に北内さんのツイッター見てたらいけたってこと。もうもろ期間かぶってますもん。もうちょうど僕らが、あーほら、北内さんたちと西東京攻めてますもん。北内さんと西東京攻めてるってことはそういうことか。あー、そういう感じなんだ。すするからコロナ感染のご報告。止まったの？マジで？マジか。皆様に大切なお知らせがありまして、こちらの動画を撮影しております。いつもすする TV をご覧いただき、そして応援してくださる視聴者の皆様、本当にいつもありがとうございます。新型コロナウイルスの陽性反応という結果が出てしまいました。6年が止まったってことか。6年が止まった。せっかく、マジか。逆に2000何日でしょう。で、ここからまたやられるわけですよね。じゃあぜひ、なんか、記録更新してほしいですよね、この2000何日をね。マジか、ちょっとお大事にです、それは本当に。止まったか。かな。いや、もう本当にお大事にしてください、本当に。本当にお大事にしてください。